始まるよ。始まるよ。みんなで真似してね。一緒にやってみよう。皆さん、こんにちは。今日はお家でお子さんと一緒に楽しめる手遊びや触れ合い遊びをご紹介します。はじめはいないいないバーです。いないいないバーはお子さんが大好きな遊びです。今回は可愛い動物と一緒にいないいないバーをしますよ。いないいないバー誰でしょうね。いないいないバー誰でしょうね。お顔を隠したお友達。さあ誰でしょうね。うさぎちゃんでしたね。あったりあったり、おおあったり。人参大好き、うさぎさん。次は誰かな？いないいないばー、誰でしょうね。いないいないばー、誰でしょうね。お顔を隠したお友達。さあ、誰でしょうね。パンダさんでした。あったりあったり、おおあったり。笹の葉大好き、パンダさん。今回は、うちわを使って遊びましたが、家にあるぬいぐるみを使ったり、アレンジして気軽に楽しんでみてくださいね。次は焼き芋グーチーパーです。まず歌ってみますので、お子さんと一緒にリズムに乗ってお楽しみください。3、はい。焼き芋焼き芋お腹がグー。ほっか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 あっちちのち。食べたらなくなる何にもパ。それ焼き芋まとめてグーチーパー。次は一緒に体を動かしてお楽しみください。3、はい。焼き芋焼き芋お腹がグー。ほっか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 あっちちのち。食べたらなくなる何にもパ。それ焼き芋まとめてグーチーパー。楽しかったね。続きまして、低月齢の赤ちゃんにも安心して遊べる触れ合い遊びをご紹介します。お首の座ってない赤ちゃんはしっかり抱っこしてあげてください。お首も背中もしっかりしているお子さんは縦抱きがいいでしょう。お子さんのお名前を入れて歌ってみてください。抱っこしてぎゅーです。3、はい。抱っこして抱っこしてまるまるちゃんのことぎゅー。繰り返しますよ。3、はい。抱っこして抱っこしてまるまるちゃんのことぎゅー。次は高い高いです。抱っこして抱っこしてまるまるちゃんのこと高い高い。お子さんの状態やお好みに合わせてバリエーションを増やしてみてくださいね。最後に楽しく触れ合う遊び歌をしましょうね。かわいいお顔を触っていきますよ。まゆまゆ眉毛です。3、はい。まゆまゆ眉毛かわいい眉毛世界で一番かわいい眉毛。でこでこおでこかわいいおでこ世界で一番かわいいおでこ。ほっぺほっぺほっぺかわいいほっぺ
世界で一番可愛いほっぺ。他にもアレンジしながら体全体を可愛がってあげてくださいね。そろそろお別れの時間です。楽しいお遊びがそろそろ終わりです。またまた会いましょう。一緒に遊びましょう。またね。手遊び、ふれあい遊びは今回ご紹介した他にもいろいろな種類があります。気になった方はご覧のところまでお問い合わせください。